本日40名様満席となっておりますので、席の方ね、空いてるところをお座りになってください。本日は水陸両用バスご乗船くださいまして誠にありがとうございます。
から上がって止まりました。いかがでした？なんか不思議な感じですよね。でもう一つね、皆さん忘れてることが一つありますよ。普通の車、水たまりに入ってブレーキかけたらどうなります？あの普通の車、水たまりに入りますよね。ブレーキ効きますか？ね、この車、坂道で止まってます。はい、あの皆さんの安全の方、安全面をあの最優先にしまして、ブレーキの方が自衛隊で使われているブレーキを使ってるんですよ。普通のトラックのブレーキの5倍する値段って言ってましたね。結構高いそうです。はい、ありがとうございました。さよなら。ここでもうさよなら大丈夫ですから、あとは戻るだけですから。さよなら。あの方も船長です。会津西海道と言いまして、名前がつく前、約1169年ですか、あ、96年、その頃からこの道路使われていたそうです。まあ、あの昔の街道ですからね、砂利道でこんなに整備はされて